日本最大の歓楽街東京新宿の歌舞伎町で通行人にしつこくつきまとう客引きが増えています。最近目立つのが警察の道路使用許可証を持って合法的なビラ配りを装いながら違法な客引きをするケースです。illegally solicit customers on the street and claim they're just doing their jobs. Asked how she feels about streets.通行している人に数十メートルにわたってつきまとう客引きも珍しくありません。最近特に目立つのが警察の道路使用許可証を持っている客引きです。許可証は路上で宣伝用のビラ配りをするため警察署から交付されたものです。しかし実際にはビラを配らず違法な客引き行為を繰り返すケースがあるのです。キャッチやっちゃう人とかもいたりしますね。いや、中にはいるんじゃない。実際ですか、やってるようなことを 見ることもありますね。まあ、ちょいちょいありますね。やっぱりどうしてもキャッチしないとお客さんが入らないようになっちゃってるんで。ここ迷惑、3人も4人もダメ。客引きをやめさせようとパトロールする地元の住民たち。道路使用許可証を持っていても客引きは違法ですが、中には許可証を見せて言い逃れしようとする者もいるということです。彼らはもう道路使用許可をもらってるんで、警察からのお墨付きを持ってやってるんだから、あなたたちから文句言われて筋合いはないというような言い方でですね、くっとかかってくる若い女性の方たちを含めてですね、本当に歌舞伎が嫌だっていうふうに言われてますので、それはなんとか解消していかなきゃいけないと思ってます。こうした事態を受けて警視庁の新宿警察署は許可証の交付に制限を設ける検討を始めました。道路使用許可には交通の安全などを理由に条件をつけることができ、警視庁は許可を出す店舗ごとにビラ配りができる人数を制限する方針です。取り締まりの強化とともに悪質な客引きの減少につなげたい考えです。